熊本が今深い地域に入ってきました。吉井からファビオに出そうというボール、片山、片山のシュート引っかかる、不利になったシュートだ、熊本1点先制。最後は大迫のぞみ2試合連続ゴール、こぼれ球によく反応しました。水沼さん、後半の5分、はい、ちょっとした隙なんですよね栃木の方は。まあ、今は最初のところでお見合いが入って、でそこでボールが流されてしまったんですけど、はい、やっぱりねこういい時間帯が続いたというか入りが良かったっていう安心感は出るんですよ ね、 そうですね。まあ、ここ何試合かその前半後半のファーストシュート栃木が打つことってなかったんですよね、うん、そういう意味ではかなりこの栃木の方のいい状態っていうのは続いてたんですけどね。大迫のぞみのシュートは柴崎の股を抜けていきました。